はい、皆さんこんにちは、サルです。ちょっとね、久しぶりにいいなと思うものがあったのでレビューやってみます。スラカップリッド&ディッシュ、キャンドゥで110円ですね。直径12センチのシェラカップ対応、カップの形状により使用できない場合がありますと。シェラカップリッド&ディッシュなので、蓋または料理の取り皿やコースターとして使用できますよということになってますね。はい、先にジャンコードね、これですね。まあ注意事項ね、書いてます。特筆すべきというかね、ここかな。初めて使用する場合は食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってください。まあ特筆する必要ないですね、当たり前かな。ということぐらいですかね。品質はステンレスチール、サイズが、直径 12.3 センチの 1.4 センチですね。メイドインジャパンの、ツバメシエコー金属ですね。はい、安定のエコー金属さんです。いいですね。あのね、重たいんですよ、割としっかりと、というところがね、まあ私が気に入る条件の一つなんですけど。じゃあ開封します。はい、おー、あ、ここ切り欠きが入ってますね。あー、なるほど、割と頑張って作ってる感じです。うん、頑張って作ってる感じですね。ここをね、こんな風にくぼませて、でこう返して、ここは切り替えて、綺麗にね、ちょっと丸くね、手がね傷つかないようにしていると。この折り返した先、折り返してるわけじゃないですけどね、まあ危険はないかなと。そんな触った感じもね、バリがあるとか、トゲトゲする痛い感じもないし、もう重たいですね、ほんとね。それがいいです。重さちょっと後で測って書いときますね。じゃあ早速ちょっと使ってみましょう。リッドとして、キャンドゥ製品なので、キャンドゥのシェラカップが一番良かったかなと思ったんですけど、この部屋にありません。ちょっとこれ出しましょうか。はい、福の神のやつですね。直径12センチ、これ標準的なねシェラカップだったと思うので、いきます。バッチリですね。あ、ちなみにここの、はい、こういう感じでね、持ち手に当たらないように、ここがなかなか細かな工夫されてますね。だこうするともう回転しなくなるし、よりぴったりとねはまる感じなので、中のね、例えば熱いもの入れても、湯気がね、外に逃げないぐらいの、密封感がねあると思います。いいですね、いいですね。他のシェラカップ、スノーピーク、はい、ステンレス、まあこれもね使ってる人多いと思いますけど、これは残念な感じになりますね。なぜかというと、ほら、ここのね取っ手の部分が広いので、ここがはまらないんですね。はまってくれないんです。なのでこれだとこうなっちゃうので、まあダメじゃないしね、振ったぐらいでは落ちないんですけど、まあなんかやっぱ微妙にここが空いてる感じがするので、まあ使い勝手としてはこういうね、ここの幅が狭いやつの方がいいですよね。これはシェラザルかな、これ多分ね厚みがあるのでセリアだと思います。これも微妙に入らない、微妙に入らない、これね浮いてるんですね、わかりますかね、微妙に入らないので、なんかちょっと気持ち悪い感じ。他行こうか、これどうでしょう。はい、これはなんだっけ、マッコリ、マッコリカップですね、ダイソーですね。取っ手は自分でつけてる感じなんですけどね、これもまあぴったりなんですけどね、ただこのここの内側にバカッとはまる感じはないので、まあ蓋としてダメではないけどっていう感じです。まあダメじゃないですね、全然これもねダメじゃないと思います。あとはせっかく切り欠きがあるとか、折り返して内側がね凹んでるのに、あそこにぴったりはまってくれないっていう意味で言うと、
今のところこの福の神のやつベストですね。福の神、福の神がベストって変な話だな。ちなみにじゃあこっち行こうかな。はい、いろいろ出してきますが、これがね、これは、手つきボール、セリアのやつだと思います。手つきボール、ちょっと後でね長さ書いておきますが、これはこんな感じ。これだとね、どう言えばいいかな、やっぱカタカタしますね。この内側のくぼみとこの外側のね縁がぴったりは合ってないもんですから、こう落ちることはないです。一回ね置くと落ちることはないという意味では、まあ、蓋として使えなくはないです。まあ、当然こっちに置いても意味がないけどね、ツルツルするしね、こう置くしかないんですけど、落ちることはないという感じで使えなくはない。まあ、ただ完全にぴったりフィットかというとそうではないという感じですね。あり得るのはこれかな、セリアの蓋付きボール、このタッパーみたいになってるやつですね。はい、これだと、これぴったりです。完璧にぴったりです。はい、まあいるのかってちょっとそこわかんないですね。本来はこういうね、タッパー状の樹脂のね蓋がついてて、これだと水も漏れないのでね、よくおでんとかを私は入れて、これを蓋をして、どっかも外に持って行ってね、で開けて沸かして食べるというやり方するんですけど、まあその時にね、沸かしてると熱いので樹脂だとね、溶けちゃったり、ここ火が当たると燃えちゃったり、まあ、そういう時これだったらね、安心かなというのはあるし、まあ、ダメじゃないですねという感じかなと思います。ちょっとキャンドゥのシェラカップ持ってきます。はい、持ってきました。なんかもうどうなるんだっていうぐらいいろいろあると困りますね。よいしょ。今日はね、シェラカップリッド&ディッシュのレビューをしておりますよ。何をしてるかね分かんなくなるんでね。キャンドゥのシェラカップ、これです。武骨なね、すごくね、肉厚なというか重たいというかね、まあ、これはハマるでしょう。いきます。キャンドゥ製ですから、はい、完璧です。完璧ですね。ここもねきっちり回転がね止まるように、この切り欠き部分が取っ手のね針金にはまるし、さすがですね。だからキャンドゥセットでこれがベストでしょうねと思います。なんかついでに出てきたのでやります。これセリアのプラカップ、はい、はまらないです。はまらないです。まあ置けますしね、落ちませんけど、はまってないなって明らかにそういう感じがあります。これはダイソーのアミシェラザル、はい、さっきと一緒、セリアと一緒です。やっぱね、このシェラザルはここがね分厚いんですよね。だからね、そもそもここにはまらないんですよね。ただ大きさはね一致してますので、ピタッとはまらなくていいんだったらね全然いけると思うんですけど、はい、こういう使い方なんかでするかな、よくわかんないですね。はい、まあ、セリアは一緒ですね。セリアの網よりもねダイソーの網の方が浅いんですよね。で時々使い分けるんですけどね、ということを私はよくやります。まあ、それはいいとして、で次に、これはディッシュとして使ってください。まあ、何かねここ見るとなんかいかにもお酒のおつまみっぽいねものを置いたりしてますけど、まあ、そういうディッシュとして、まあ、片手サイズでいいですね。私がよく使うディッシュは、はい、こういうね木のやつ、ちょっと汚れちゃってますけど木のやつ、まあ、四角いんでね、四角いものによく入れるんですけど、あとはね、よいしょ、キャンドゥのやつだとこういう透明なガラス、キャンピングアドベンチャーって書いてるけどね、こういうやつ、まあ、これねよくディッシュとして私は使うんです。ただ丸いのでね、シェラカップみたいな丸いものとは、まあ、マッチはするかなって感じですね。こういう感じ、
例えば、紅茶とかね、あるいはコーヒーなんかでもね、紙のフィルターのやつなんかね、やつだったら、紅茶を入れといて飲もうという時にいつまでもねティーパック入ってたら、まあ紅茶えぐく苦くなっちゃいますからね、出してそれをまあここに置くということなんかではまあ使えそうですね。ただこれ見たらわかるんですけどね、やっぱぴったりサイズなんでね、こう置くとですね、ディッシュがそんなに大きくないんですよ。なので、まあ、ここに置けなくはないけど、あまりそういう使い方したくないかなっていう気はします。はい、まあ紅茶ティーパック入れて、水お湯を入れて蓋をして、まあね、これでちょっとこうセットして、はい、いざ飲むぞっていう時には外してティーバッグを置いて飲むというぐらいはありでしょうね。うん、まあとにかくね、これ頑丈なんです。こうこれね、思いっきりやってもね、まず曲がんないですよっていうぐらい頑丈です。でここ切りかけがあるのでね、きっちりはまるっていうところが多分ね一番のメリットじゃないでしょうか。はい、ちょっとね今それぐらいしか思いつかないんですけど、久々にね、あ、いいなっていうちょっと110円のね商品があったのでレビューをしてみました。参考になれば幸いです。この動画がねいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。